誕生日に贈る言葉。2月13日生まれの社交的なあなたに。キキ物語。2月13日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは、話し上手で独創的、発明工夫の才があります。プライドが高く、仕事に誇りを持っていますが、人の下で働くのは向いていません。勤勉で頼りになり、自分がリーダーであれば集団に溶け込みます。支配性の天秤座の影響で社交的なので、どんなタイプの人とも打ち解ける能力があります。社交性と優れた判断力のおかげで、どんな交渉でもうまくいきます。イメージへのこだわりと美しいものへの執着があるので、文学や芸術分野で個性を発揮することもあるでしょう。愛情が深く、人との関わりを大切にします。抜け目がなく、正確に分析的に物事を考える力があります。博愛精神があると同時に反骨精神もあり、他の人との権利を守るため、または理想のために進んで戦います。相手と直接交渉することが信条ですが、言い過ぎてやり込めたり命令調になったりしないよう十分に注意しましょう。太陽が魚座を通過する7歳から36歳までは、感受性が強まり、理想的、創造的な目標を追求します。太陽がお羊座に入る37歳になると、日常生活でも、より自信にあふれ、意思的になり、新しい活動を始めるでしょう。67歳で、太陽が牡牛座に入ると、経済的な安定と安らぎを求め、自然への愛着が芽生えます。2月13日の誕生花は、アザレア。花言葉は、愛される喜び。ラムサからの今日のメッセージ。自己の究極の定義は、私は神であるということだ。この定義を完結させるには、あなたは神を定義しなければならない。それでは、あなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。